さあこれより第2クォーターに入ります。クラブアイランズフォースダウン2ゴール、残り7ヤードの状況で試合再開です。さあそしてフォースダウンギャンブルを敢行します。どのようなプレーを選択するでしょうか。ここでトラブル発生です。センターからのスナップをクォーターバック手渡す際にボールのファンブルが発生しました。結果的にプレー失敗となりまして、ここで終了です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。攻撃権変わりましてクラブベアーズに変わります。クラブアイランズ非常に惜しいチャンスを逃しました。ベアーズは厳しい状況ですが、これを見事切り抜け攻撃権を奪い取る形に成功しております。しかし地域は厳しい状況にあります。クラブベアーズ自陣8ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーによって状況打開を図ろうとします。右オフタックル付近をランニング枠に突入させまして原因を図りましたが、しかしその距離は1ヤードにとどまっております。ここはアイランズのディフェンス陣も奮闘しているところが散見しております。クラブベアーズセカンダウン9、ボールオンは自陣9ヤード。パス成功、ファースト。ここでクォーターバック6番、右におりましたワイドレシーバー82番にパス。82番キャッチしまして巧みなステップで攻撃権更新を果たしております。クラブベアーズファースト。見事なパスを投じましたクォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身のエイジ52。そして取りましたワイドレシーバー87番は寺崎。チャット内のメッセージも投稿しておりました大阪体育大学出身のエイジ43です。ベテランがここで素晴らしい技を見せまして攻撃権更新としています。さあそのファーストダウンの攻撃、こちらはパスを続けんと左に寄りましたワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミスしパス不成功となっています。ダウン1つ失ってクラブベアーズセカンドダウンに変わります。クラブベアーズボールオン自陣20ヤードからセカンドダウン10。ここでオプションプレーを選択しました。ランニングバック45番にピッチしまして45番左オープンに展開。タックル受けましたがそれを弾き飛ばし約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。力強いランを決めましたのはランニング枠45番の川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズサーダウン7、ボールオンは自陣23ヤード。パス成功、ファースト。クォーターバック6番、右に展開しましたワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、鮮やかなパスで攻撃権更新果たしました。クォーターバック6番は杉谷、大阪体育大学出身、取りましたワイドレシーバー1番は杉田、日本大学出身のプレイヤーです。杉谷はかつて大阪体育大学が関西一部校にあった時のスタークォーターバックです。パス成功、クォーターバック8番、失礼しました6番、左にロールアウトしてワイドレシーバー82番にパスを通しました。82番タックルを受けながら約9ヤードのゲインとしています。タフなキャッチを決めましたのはクラブベアーズの82番の寺崎、大阪体育大学出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。
試合再開です。クラブベアーズセカンドダウン残り1ヤード。クラブベアーズファースト。この1ヤードをランプレーで突破しました。見事45番期待に応えて攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。この1ヤードを確実に確保しましたのはランニングバック45番の川端でした。北大津高校出身。クラブベアーズ自陣42ヤードからファーストダウン10。パス不成功。今度はパスプレーを展開しました。クォーターバック6番、右に降りましたワイドレシーバー11番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー。パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣42ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック6番、ここでプレーアクションパス。ランプレーをフェイクしまして、そのディフェンスを引きつけた裏をつくようにタイトエンド85番にパスを投じました。しかしこれを85番キャッチできず、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン10。パス成功。ファースター。クォーターバック6番下がりまして、ワイドレシーバー82番にパス。これを82番タックルされながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事なパスを投じたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたワイドレシーバーは82番の寺崎。ともに大阪体育大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣44ヤードに入りましてのファーストダウン10。ナイスラン。ファーストダウン。ランニング枠45番ハンドオフを託されて中央突破。タックル受けましたがセカンドエフォートで攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。見事なランを決めましたのはランニングバック45番の川端でした。北大津高校出身。さあここまでランパス巧みに織り交ぜながら前進図っておりますクラブエアーズ。相手陣33ヤードに入りました。クラブエアーズファーストダウン10。さあ再びランプレーです。ランニング枠45番ハンドオフを託されまして相手のディフェンスの隙間をすり抜けるように約7ヤードのゲインとしています。45番川端、本日は好調なランを繰り返しています。クラブベアーズセカンドダウン3。成功。ファースター。クォーターバック6番ハンドオフフェイクしましてワイドレシーバー82番にパス。短いパスを取りまして82番巧みなステップで攻撃権更新としています。クラブベアーズファースター。今度はクォーターバック杉谷、ワイドレシーバー寺崎のホットラインが機能しております。クラブベアーズ相手陣19ヤードからファーストダウン10。ナイスラン。ランニング枠45番オプションプレーのピッチを受けまして左オープンを展開。タックル受けましたが
受けましたが、弾き飛ばしましてさらに前進し約5ヤードのゲインとしています。45番は川端です。北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣14ヤードからセカンドダウン5。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック6番、中央切れ込んだタイトエンド85番にパス。85番エンドゾーンギリギリでこれをキャッチしまして、タッチダウン。クラブベアーズ見事なタッチダウンパスによって6点先制です。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。このキックをキッカーユキタ見事に決めまして1点追加、クラブベアーズ7点、クラブアイランズ0点。まずクラブベアーズが見事なタッチダウンパスによって先制点を挙げることに成功いたしました。そのタッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたのはタイトエンド85番の西江。杉谷はエイジ52、取りました西江はエイジ51。このワンハンドレッドオーバーコンビネーションによって先制のタッチダウンを挙げました。ともに大阪体育大学が一部にありましたときに賑わしておりましたプレイヤーがこの X エリアありますが、クラブベアーズ名門チームでその雄姿を披露しております。素晴らしいタッチダウンパスが披露されまして、まずクラブベアーズが先制しております。その得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を挙げた側のキックオフで試合が始まります。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい状況になっております。さあここでベアーズは短いキックを蹴りまして、さらなる攻撃を継続戦とするトリッキーなキックオフを展開しました。しかしこれをアイランズは抑えまして、アイランズ自陣44ヤードからの攻撃に変わります。さあ得点は奪われましたが、アイランズ好調なラン攻撃は健在のようです。今度は返す刀、この攻撃のシリーズでベアーズから得点を奪わんと今から挑みます。自陣44ヤードにボールはセットされました。クラブベアーズ失礼しました、クラブアイランズファーストダウン10。ここでイエローフラグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。通常はそのままプレーが施行されますが、接触したためこの段階でプレー終了です。5ヤード抜体となります。従いましてオフェンスは5ヤード前進しファーストダウンをやり直しという形になります。従いましてクラブアイランズ自陣49ヤードからファーストダウン5で試合再開です。パス不成功。まずアイランズはパスプレーから入りました。クォーターバック7番下がりまして、ワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、これはベアーズのディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。ダウン1つ失ってクラブアイランズセカンドダウンに変わります。
クラブアイランズセカンドダウン5。QB スタート。クォーターバック7番右にロールアウトしロングパスを投じんと構えましたが、その一瞬の隙がつきましてクラブベアーズ68番が QB サーク、パスを投じる前に仕留め大きなロスに変えました。見事な QB サークをしましたのはクラブベアーズ68番の谷本、神戸国際大学出身のルーキーです。私も記憶にあるプレイヤーですが、神戸国際大学が6人制であった時の選手です。当時からディフェンスラインでありながらキックオフリターン、パントリターンを務める素晴らしいアスリートでした。さあサードダウン14の状況ですが、このパスは不成功。ここでクラブアイランズはスクリーンパスを展開しようとしました。スクリーンパスはロングパスを投じると見せかけ、相手ディフェンスをラッシュさせて、そのすれ違いざまランニング枠にブロッカーをつけて走らせるキャッチアンドランのデザインプレーです。しかしこのパスをランニング枠キャッチできず、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウンロング、パントフォーメーションにいたします。このパント絶妙なバウンドを取りまして、ボールはベアーズ陣20ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃に変わります。さあクラブベアーズは自陣22ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。パス成功。横に展開しておりましたワイドレシーバー14番へのパス、14番このヒッチパスをキャッチアンドランしまして約5ヤードのゲインに変えております。見事なパスキャッチとランを決めましたクラブベアーズ14番は佐藤、日本大学出身のルーキーです。さあ今度はランプレーです。ラニワク45番ハンドオフを託されまして中央突進しタックル受けながら攻撃権更新です。クラブベアーズファースダウン。ラニワク45番見事なランで攻撃権継続更新を果たしております。45番は川端、北大津高校出身、名門チーム、そして名門校、そして無名校、そして未経験の選手が揃いましてクラブベアーズ攻撃を展開しております。パス成功。まだ行ってます。ナイスプレー、ファースダウン。クォーターバック6番、プレッシャーが襲いかかりましたが、これを見事なボディーブームで左オープンに展開。そこからタイトエンド85番にパスを通し、85番そのままキャッチアンドランし攻撃権更新です。クラブベアーズファースダウン。見事なコンビネーションを見せたのはクォーターバック6番の杉谷。タイトエンド西江の素晴らしいホットラインでした。さあクラブベアーズ相手陣に入りまして、相手陣41ヤードからのファーストダウン10。パス成功。今度は右に展開しておりましたワイドレシーバー82番にパス、82番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新を継続しております。クラブベアーズファーストダウン。今度はワイドレシーバー寺崎へのパスでした。大阪体育大学のコミュニケーションがここで素晴らしい活躍をしております。クラブベアーズファーストダウン10。
パス不成功。再びパスプレーです。ターゲットは82番の寺崎でした。しかしこのパスはわずかにオーバースローとなり、パス不成功となっています。クラブベアーズセカンダウンテン。パス不成功。クォーターバック6番、今度は左に流れを落としましたが、ディフェンスのプレッシャー殺到しパス不成功となっています。ダウン変わりまして、サードダウンに変わります。クラブベアーズ相手陣29ヤードからサードダウン10。クォーターバック6番、プレッシャーを殺到する中、それをステップワーク切りましてスクランブルに転じました。しかしこれはディフェンスも追いつきまして、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。クラブベアーズここでタイムアウトを取りました。前半2回目のタイムアウトを取っております。前半残り時間11秒で現在時計は止まっております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、そして個人の方々のご寄付ありまして、この企画は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。ぜひこちらをご覧いただき、企画ご賛同いただけますようご協力お願い申し上げます。さあ、フォースダウンロングでフィールドゴールトライです。42ヤードのフィールドゴール、さあ決まるでしょうか。フェイク入った。ここでスペシャルプレーに切り替えた。ホルダーに入ったクォーターバック6番が左に展開し、85番にパス。そこからのキャッチアンドランで攻撃権更新図らんというプレーでしたが、このプレー結果的に失敗となりまして、フォースダウン失敗となります。4回目の攻撃失敗により攻守交代となります。クラブベアーズ結果的にこの猛攻をしのぐ形に成功いたしました。クラブアイランズはここでベアーズの攻撃を振りほどくことに成功しました。攻撃権変わりましてクラブアイランズの攻撃。しかし前半残り時間は3秒です。クラブアイランズファーストダウン10。2ダウン、ここは無理をせずすぐに膝をつき、ランプレーとして時間の消化をいたしました。ここで前半戦終了です。前半終わりまして、クラブベアーズ7点、クラブアイランズ0点。クラブベアーズがワンタッチダウンリードする形で前半戦終了となりました。